ポレッスクの師匠、ポレッスクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州中部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ラビアウ言い,いドイツ騎士団の城が建っていた。ポレッスクは、ポレッスク地区の中心で、北には、苦しゅう方が広がり、デーマ川が注いでいる。 州都カリーニングラードの北東 46km の位置にあり、カリーニングラードからソビエツクへ向かう道や鉄道が、デイマ川を渡る地点にある。デイマ川の川口から、東のクルシューカタ南岸一帯には、大湿地帯が広がり野生生物の楽園となっており、かつて、プロイセン王国が開拓のために作らせた、排水用運河が残る。 人口は2004年で7600人ほど。2002年国勢調査で7681人。1989年ソ連国勢調査では6859人。1885年の人口は4744人であった。ラビアウ城ドイツ騎士団が1258年に城を気づいて、以降の街の名の変遷は以下の通りである。 プロシア語で、ラブスは、いよいよ、モーターは、湿地を意味していた。また、リトアニア語名の、ラップグビナは、癒やす石となる。ドイツ騎士団はコプロシア人が住んでいた、サンビア半島を征服し、1258年から1259年にかけて、ラビアウジョーを築いた。この城は、苦しゅう方を超えて攻めてくる敵から、敵ニヒスベルクを守る意味合いもあった。 1277年に城が炎上すると、石像で再建され、リットアニアに対する防衛と攻撃の拠点となった。堀に囲まれた城は、難攻不落で、1550年からは、プロイセン公アルブレヒトの再婚した妻、アンナ・マリアが、ラビアウ城に住んだ。1642年には、大戦帝公、フリードリヒビルヘルムがラビアウの町に、都市権を与えた。 19世紀末には、ラビアウはこの地方の行政中心地で、蒸気動力の醸造所や製材所や、魚市場や、その他の市場が建っており、住民のほとんどはプロテスタントだった。1945年、独祖先末期に、ラビアウは、赤軍に占領された。東プロイセン北部は、ソ連領となり、ドイツ人住民は追放され、1946年には、地名も、 ポレス服に改められた。ありがとうございます。